こんにちは。3分で昨日よりちょっと美しくなる3分ビューティー、ダイエット美容家の本島沙織です。今日はコンビニで買えるダイエット中 OK なおやつ第2回目です。今回もセブンイレブンの中からおすすめなおやつをセレクトしてきました。では3タイプ目はタンパク質になるおやつです。タンパク質になるおやつは魚介類とか、あとは動物性タンパク質ですね。あと豆腐系のおやつとかも植物性タンパク質なので栄養補給になるんですけれども、私がセブンイレブンでお気に入りなのはゆで卵、ちょっと定番なんですけど、お腹にたまるちょっとしょっぱめのおやつ食べたい時にはゆで卵と、あとはあたりめです。あたりめってタンパク質なのって聞かれる時あるんですけど、これイカなので1袋 14g 入ってるんですけど、 14g 中 9.4g タンパク質なんですよ。なので高タンパクですごくヘルシーなおやつになるので、あと結構硬いじゃないですか。硬いのでしっかり噛むと咀嚼して唾液がたくさん出て免疫力が上がったりとか、あとそれによって抗がん効果があったりもするので、これねすごくビューティーおやつだと思います。ちょっと匂いが気になる方はお家でおやつとして食べるのがいいかなと思います。これが3つ目です。最後におまけなんですけど、定番で買うと思うんですけど、これもおすすめなのが芋類と、あと栗ですね。結構どこのねコンビニも置いてると思う有機無機甘栗です。これ満足度が高いのと、あとご飯前に食べたりすると炭水化物の量を減らせたりするので、私はこれをちょっと小腹が空いてる時とか満足度上げたい時は無機類食べたりします。あとは干し芋なんですけど、角切りタイプの1本が結構しっかりあるので、これ全部食べる必要ないんですけど、ちょこちょこねつまみながら食べるおやつとしてはぴったりかなって思います。食物繊維がしっかり入ってるので、お通じ気になってる方とかお肌きれいにしたいっていう方とかにもすごくおすすめです。でこれ最近出たやつなんですけど、食べきりお芋スイーツで、これは乾燥させてないのでより酵素っていうかミネラル分とかもしっかり取れるので割ってみます。こんな感じ、結構なんかホクホクの芋感があるので、しかも冷たいんですよ。冷蔵コーナーに置いてるので、なんか冷たくてほんのりスイーツというかスイートポテトみたいな感覚で食べれるの で結構甘いのでおすすめです。これもしっかり噛んでより満足度を上げながら食べると、おやつ代わりとかちょっと小腹足しとか、ランチ急いでる時におにぎり食べるっていうならこっちとかの方が炭水化物の量も少ないですし栄養価高いのでおすすめです。甘いんですけど結構ねおすすめな炭水化物代わりになるご飯おやつなので、こういうものを選んでもいいと思います。今日はこんな感じで私が普段選んでるようなおやつをちょっとセレクトしてみたんですけれども、基本はやっぱり食事で栄養を足しながら食べるっていうのがすごくねポイントになってくるんですけれども、今すごくお菓子とかクッキーを食べがちっていう方とかは少しずつ、全部をいきなりやめる必要はないので少しずつこういうものから変化させていく、こういうものを取り入れながらおやつとしてデザートとして食べるとより栄養価が上がって体に必要なものが取れるので、余計な空腹だったりとか満たされなくて食べ過ぎちゃうみたいなね暴飲暴食防止にもなると思うので、ぜひビューティーおやつ選んで食べてみてください。3分で昨日よりちょっと美しくなる3分ビューティー、本島沙織でした。ありがとうございました。